はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。はい、スターホースポケットをやっていきたいと思います。さてですね、いよいよ刀ジャックも引退前残り2周ということで、引退レースをやりたいと思います。その引退レースの対象が、宝塚記念です。なぜ宝塚記念かというと、まあ、目前にあるっていうのもあるんですが、この登録番見ていただくと、テームオペラ王が出てまいります。まあ、他に、まあ、グラスワンダーや名将怒涛、まあ、実際は名将怒涛が勝ったんですが、2001年のこれ、レースですね。つまり、ですね、2001年かな、2000年かもしれないけど、あ、2000年だな、グラスがいるということは。つまりですね、テーマオペラ王が優勝したレースなんですよ。で、テーマオペラ王、今朝、訃報が届きまして、いやー、本当にどんどん知っている時代の、まあ、いわば今やっている馬娘あたりの世代の馬が、まあ、スペシャルウィークに続いてどんどんなくなっていくような感じで、時代の変遷を感じさせてしまうんですが、まあ、そのオペラ王を追悼する意味でもですね、オペラ王を戦わせて、我が刀のジャックを引退したいと思います。もちろん勝負ですので、勝って有終の美を飾りたいとは思っております。まあ、もっともですね、調子がパッとしないんですよね。悪くはないんですが、まあ、黄色ということで赤、一番いい調子にはないと。これで果たして、オペラ王や名将怒涛、それからグラスワンダーに勝つことができるかどうか。パンを食べて調子を良くしたと思ったんですけどね。1.5 倍か、ちょっと人気落ちましたね。超グリグリで2番人気がテーマオペラ王。3番人気が名将怒涛となっております。一応ですね、これ調子を見るために馬券の購入はなしとします。副賞ですね、副賞をどうするかだよな。待ち金金の星あたり行ってみるか。名称道ともこんなに人気ないんだな。じゃあ、100枚。これでですね、名称道との副賞がこんなにつきます。金の星もこんなにつくというわけで。まあ、この雨もどう影響してくるかですね。と、ジョッキーはですね、乗ってくれるジョッキの中からポツンのり、こと横山典弘騎手を選びました。名将怒涛河内宏になってますね。やっぱり安田康彦は乗せてもらえないのか。さあ、宝塚記念、この愛馬の引退レースのスタートです。元帝王賞出れるんですけどね。そしてその後ろから、ジョービッグバン、それからガイエムオペラ王、
その内からは2番名勝ドトー、まもなく第1コーナー、いつも通り最高峰ですね。まさにポツンノリの、本領発揮になるかな。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーその後ろ3馬身くらいあってステイゴールド、4番大隅ブライト注目の肩のジャックと横山騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。ペースはややスローっていうところですね。サイレントハンターにしては飛ばしてない。オペラをこんなもう前にいるんだ。先行策取りましたね。ステイゴールド、さあもう4コーナーだ。あっという間ですね。さあオペラオが捕まえに行くぞ。待ち金金の押しが来た。待ち金金の押しは足が相当いいな。ちょっとびっくり。さあ肩をジャック来た。来たが届かないよね。まあ、なんと待ち金金の押しだった。マジかよ。わ、なんだこれ、なんだこれ。これほとんど馬券での成績ですよね。あ、天王賞に出るわけじゃないんだ。さあ、これで、引退です。ちょっと最後勝てなかったのが残念だったなとは思うんですが、次の世代に、期待したいと思います。さあ、引退です。登録。さあ、25戦16勝ですね。さあご覧の通り1万5000枚にはわずかに届かなかったです。もちろん繁殖入りさせます。さあこれでいよいよ次の世代に託すということになりました。おっと、ステイヤー確率アップガチャというのもありますね。パン祭りガチャとかいろいろありますが、ステイヤー、確率アップガチャを引いてみましょう。ん？これ来るの？来た！来るぞ！ニューカード！ユーザーフレンドリーだ！懐かしい！またSS 引いちゃいましたよね。
なかなかの勝負根性と瞬発力を持ってますね。これを育てるにふさわしい馬だと思います。はい、というわけでこれで肩のジャック繁殖入りされました。次のレースが楽しみになってまいります。まあ、SWBC は残念だったものの、4着が最高で残念だったものの、 WBC を、2回だったかな、いや、1、2、3回取ることができました。3位ですね、2冠馬もあったし、G1 ジャパンカップ有馬記念、キングジョージ、メルボルンカップ大阪杯、凱旋門賞をゲットできました。残念ながらですね、天皇賞春と宝塚記念は取れなかったんですが、まあ、やっぱり素晴らしい成績で引退させることができました。次はですね、この馬元に繁殖牝馬を種付けて、15代目を作っていきたいと思います。次もぜひご覧ください。この動画チャンネルはですね、皆様の、ご協力で成り立っております。チャンネル登録、高評価をしていただいて、ぜひお力になってください。よろしくお願いします。またブログやツイッターもやっております。説明欄や、コメントにアドレス記載してますので、よろしければ見てください。はい、この画面最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。お時間がありましたので結構ですので、そちらもご覧いただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。